平野紫耀、キンプリファンの匂わせに対する苦言。2023年の夏、ジャニーズ事務所を離れた平野紫耀と神宮寺ゆ太が、新たなスタートを切るために、飛べという新しい会社に参加することが発表され、多くのファンにとって大きな話題となりました。しかし、その一方で、彼らが過去の所属グループである、キングプリンス、 通称金プリへの匂わせを連発する姿勢が一部のファンから苦言を呈されています。本記事では平野紫耀と神宮寺ゆ太の新たな展開とファンからの批判について探ってみたいと思います。平野紫耀と神宮寺ゆ太の新たなスタート。平野紫耀と神宮寺ゆ太はジャニーズ事務所を離れた後、 滝沢秀明氏が設立した新しい会社、飛べ、に合流し、再出発を果たしました。この発表は、多くのファンにとって待ち望まれたものであり、新たなプロジェクトに期待が高まりました。さらに、彼らは自身のインスタグラムを活用し、ファンサービスを提供するなど、コミュニケーションを深める努力を続けています。ファンへの質問への回答と、匂わせ、疑惑。 平野のしと神宮寺うじゆは、インスタグラムを通じてファンからの質問に回答する企画を行っており、これは多くのファンにとって嬉しいファンサービスの一環と受け止められています。しかし、その中には、キングプリンス、時代を思わせる質問も多く寄せられており、特に、匂わせ、溶け取られるものが目立っています。例えば、ファンからの、かぼちゃの馬車はどこで予約できますか という質問に平野仕様がスマホでオンライン予約じゃないと回答するなど金プリの楽曲や歌詞を連想させるやりとりが続いています。また、楽曲、ハピーニスについての質問に、懐かしい久々に聞きたいなから、と回答したことも、匂わせの要因と見られています。 カボチャの馬車はキンプリの代表曲であるシンデレラガールを連想させファンにとっては特別な意味を持つキーワードです。一方、ハピーニスは嵐にも同タイトルの楽曲があるものの、ファンの中にはこれがキンプリの楽曲、エーリトルハピーニスを指していると解釈する声も多く、彼らの過去の活動に思いを馳せていることが伺えます。 とべ、への合流と、匂わせ、の続行に対するファンの反応。一部のファンは、平野塩と神宮寺うじタが新たなプロジェクトに参加し、かつてのグループであるキンプリに関連した発言や行動をすることに不満を抱いています。特に、 彼らが、飛べ、への合流を発表したばかりであり、新たな道を歩み始めたばかりなのに、金プリに関連した、匂わせ、を続けることに対して、ファンからの苦言が寄せられています。SNS 上では、以下のような声が見られます。人流児と平野はやめたのに、いつまで金プリ匂わせするの質問箱の金プリの曲名いじり何その質問わざわざ拾う意図とは やめてください。普通に胸くそ悪いです。二人は二人でやっていってください。もうあなたたちは金プリではないので。平野神宮寺へ。退場二ヶ月もせず金プリに弱わせはまだ早いよ。二ケラ三年経って忘れかけた頃にして、ようやくエモいやつよ。 キンプリにいたことは紛れもない事実だし色々いろいろ思い出あるだろうから触れるなとまでは思わないけど曲名とか歌詞とかインスタでの触れ方に敬意がなくてダサいんだよな平野も神宮寺も。結論。平野市洋と神宮寺ゆうの新たなスタートは多くのファンにとって楽しみな出来事であり、彼らの新しいプロジェクトに対する期待は高まっています。 一方で、過去の所属グループである金プリに関連した匂わせを続けることに対するファンからの批判も存在し、その複雑な感情が現れています。ファンとアーティストの関係は繊細で複雑なものであり、ファンからの意見や感情は多岐にわたります。 平野志耀と神宮寺ゆ太たは、これからの活動でファンとの信頼関係を築き直し、新たなキャリアに向けて前進していくことが重要でしょう。一方で、ファンも彼らの新たな挑戦を応援し、過去の活動に思いを馳せることができる良好な関係を築いていくことが望ましいと言えるでしょう。